松戸与蔵はセメント開けをやっていた。外の部分は大して目立たなかったけれど、頭の毛と鼻の下はセメントで灰色に覆われていた。彼は鼻の穴に指を突っ込んで、鉄筋コンクリートのように鼻毛をしゃちこばらせているコンクリートを取りたかったのだが、1分間に10歳ずつ吐き出すコンクリートミキサーに間に合わせるためには、とても指を鼻の穴に持っていく間はなかった。彼は鼻の穴を気にしながらとうとう11時間。その間に昼飯と3時休みと2度だけ休みがあったんだが、昼の時は腹の空いているために、もう一つはミキサーを掃除していて暇がなかったため、とうとう鼻にまで手が届かなかった。の間、鼻を掃除しなかった。彼の鼻は石膏細工の鼻のように硬化したようだった。彼が姉妹自分にヘトヘトになった手で移したセメントの樽から小さな木の箱が出た。なんだろうと彼はちょっと不審に思ったが、そんなものに構っていられなかった。彼はシャブルでセメントマスにセメントを測り込んだ。そしてマスから船へセメントを開けると、またすぐその樽を開きにかかった。だが待てよ、セメント樽から箱が出るって方はねえぞ。彼は小箱を拾って腹掛けの丼の中へ放り込んだ。箱は軽かった。軽いところを見ると金も入っていねえようだな。彼は考える間もなく次の樽を開け、次のマスを測らねばならなかった。ミキサーはやがて空回りを始めた。コンクリが済んで就業時間になった。彼はミキサーに引いてあるゴムホースの水でひとまず顔や手を洗った。そして弁当箱を首に巻きつけて一杯飲んで食うことを専門に考えながら彼の長屋へ帰っていった。発電所は八分通り出来上がっていた。夕暮れにそびえるエナさんは真っ白に雪をかぶっていた。汗ばんだ体は急に凍えるように冷たさを感じ始めた。彼の通る足元では、木曽川の水が白く泡を噛んで吠えていた。チェ、やりきれねえな。カカはまた腹を膨らかしやがったし。彼は、うようよしている子供のことや、またこの寒さをめがけて生まれる子供のことや、むちゃくちゃに産むカカのことを考えると、全くがっかりしてしまった。1円90銭の日当の中から日に50銭の米を2枚救われて90銭で来たり住んだりべらばおめえ、どうして飲めるんだい。が、ふと彼は丼の中にある小箱のことを思い出した。彼は箱についているセメントをズボンの尻でこすった。箱には何にも書いてなかった。そのくせ頑丈に釘付けしてあった。思わせぶりしやがら、釘付けなんぞにしやがって。彼は石の上へ箱をぶつけたが、壊れなかったので、この世の中でも踏みつぶす気になってやけに踏みつけた。彼が拾った小箱の中からはボロに包んだ紙切れが出た。それにはこう書いてあった。私は N セメント会社のセメント袋を縫う女工です。私の恋人はクラッシャーへ石を入れることを仕事にしていました。そして10月の7日の朝、大きな石を入れるときにその石と一緒にクラッシャーの中へはまりました。仲間の人たちは助け出そうとしましたけれど、水の中へ溺れるように石の下へ私の恋人は沈んでいきました。そして石と恋人の体とは砕け合って、赤い細い石になって
ベルトの上へ落ちました。ベルトは粉砕塔へ入っていきました。そこで鋼鉄の弾丸と一緒になって、細かく細かく激しい音に呪いの声を叫びながら砕かれました。そうして焼かれて立派にセメントとなりました。骨も肉も魂も粉々になりました。私の恋人の一切はセメントになってしまいました。残ったものはこの仕事着のボロばかりです。私は恋人を入れる袋を縫っています。私の恋人はセメントになりました。私はその次の日、この手紙を書いて、この樽の中へそーっとしまい込みました。あなたは労働者ですか？あなたが労働者だったら、私をかわいそうだと思ってお返事ください。この樽の中のセメントは何に使われましたでしょうか？私はそれが知りとうございます。私の恋人は幾たるのセメントになったでしょうか？そしてどんな方々へ使われるのでしょうか？あなたは左官屋さんですか？それとも建築屋さんですか？私は私の恋人が劇場の廊下になったり、大きな邸宅の塀になったりするのを見るに忍びません。ですけれど、それをどうして私に止めることができましょう？あなたがもし労働者だったら、このセメントをそんなところに使わないでください。いいえ、ようございます。どんなところにでも使ってください。私の恋人はどんなところに埋められても、そのところどころによってきっといいことをします。構いませんわ。あの人は気性のしっかりした人ですから、きっとそれ相当な働きをしますわ。あの人は優しいいい人でしたわ。そしてしっかりした男らしい人でしたわ。まだ若うございました。26になったばかりでした。あの人はどんなに私を可愛がってくれたか知れませんでした。それなのに私はあの人に強肩びらを着せる代わりに、セメント袋を着せているのですわ。あの人は、缶に入らないで、回転釜の中へ入ってしまいましたわ。私はどうしてあの人を送っていきましょう。あの人は、西へも東へも、遠くにも近くにも葬られているのですもの。あなたがもし労働者だったら、私にお返事くださいね。その代わり、私の恋人の着ていた仕事着のきれをあなたにあげます。この手紙を包んであるのがそうなのですよ。このきれには、石の粉とあの人の汗とが染み込んでいるのですよ。あの人が、この綺麗の仕事着でどんなに固く私を抱いてくれたことでしょう。お願いですからね。このセメントを使った月日と、それから詳しいところ書きと、どんな場所へ使ったかと、それにあなたのお名前も、ご迷惑でなかったら、ぜひぜひお知らせくださいね。あなたもご用心なさいませ。さようなら。松戸与三は、湧き返るような子供たちの騒ぎを身の回りに覚えた。彼は、手紙の終わりにある住所と名前を見ながら、茶碗に注いであった酒をぐっと一息に煽った。へべれけに酔っ払いてえな。そうして何もかもぶち壊してみてえな。と、怒鳴った。へべれけになって暴れられてたまるもんですか。子供たちをどうします？
サイ君がそう言った。彼はサイ君の大きな腹の中に7人目の子供を見た。